権利知的財産権、工業所有権、工業所有権とは、特許権、実用新案権、移送権、商標権などの総称である、産業財産権ともいう、知的財産権の領域の一つであり、主として、企業活動に関するものを含む、工業所有権の保護に関するパリ条約第一条では、工業所有権を以下のように定義している。これに揺れば。 工業所有権は、工業に関する特許、実用信案、衣装だけでなく、商業に関する商標、サービスマーク、称号、原産地表示、原産地名称や不正競争の防止を含むものであり、それのみならず、農業及び採取産業の分野並びに製造したまたは、天然のすべての産品についても用いられることされる。日本の法令では、法律や組織の名称に、 工業所有権の項を用いたものはあるが、工業所有権について明示的に定義したものはない。2002年に策定された知的財産戦略大綱は、としている。また、特許庁では、自らが所管する特許権、実用新案件、衣装権及び商標権を産業財産権としている。特許庁が所管する工業所有権に関する、 手続き等の特例に関する法律も、工業所有権についての明確な定義は置いていない。ものの、特許法、実用新案法、衣装法、商標法及び国際出願法に定める手続きを対象としており、特許権、実用新案権、衣装権及び商標権を、工業所有権と捉えていると考えられる。経済産業省総合庁舎別館に一部が、 所在する工業所有権情報研修官は名称に工業所有権を残している。日本語の工業所有権はもともとはフランス語のプリプライアットストトリエルまたは英語のインダストリアルプロパティの訳語であり工業所有権の保護に関するパリ条約において工業所有権の訳語が当てられたことなどから一般に普及した。パリ条約の日本語訳文において 工業の子が用いられたのは、第一条冒頭の工業所有権の部分とその後の工業及び商業の部分との役合を整合させるためであったと言われる。しかし、この規定が工業と並べて商業を工業所有権の対象とすることを規定し、さらに農業等も含まれるとしていることからも明らかな通り、工業所有権は、 工業分野における権利のみを指すものではないため、工業というわけは合約であるとの指摘が、かなり早い時期からなされてきた。なお、一説では、パリ条約締結時の担当者が、産業と訳し当時の司法省に承認を求めたところ、産業では意味が広すぎるし、他の法律、条約での使用例も見当たらない、として採用されなかったようである。工業所有権及び、 知的所有権という形で使われたきた所有権という訳語についても所有権は一般に有体物について用いられることから無体物を対象とする場合には財産権という語がより適切であるとの指摘があったまた財産権という語を採用するとインダストリアルプロパティライトとインダストリアルプロパティとにそれぞれ産業財産権と 産業財産という一貫した訳語を当てることができるの対してインダストリアルプロパティライトを工業所有権と訳した場合にはインダストリアルプロパティを工業所有権または工業財産等と訳さざるを得ないという問題もあった。このため2002年7月3日に策定された知的財産戦略大綱において明治時代以来用いられてきた訳語 工業所有権は産業財産権と改められ、工業所有権に関する法律の総称も工業所有権法から産業財産権法と改めることとされた。また、同時に私的所有権も私的財産権に改められた。ただし、これらは法令や団体の固有名称等に対しては直ちには適用されておらず、現在でも 工業所有権という語が残った法律や団体が存在する。産業財産権について知的財産戦略会議から知的財産戦略対抗ありがとうございます。